インコルジェさんというメーカーの型番4128、お値段が税込み 12,980 円のこちらのサンダルの紹介です。こちらはインコルジェさんのいつもの柔らかい低反発の中敷きを使っています。で、中敷きの説明だけ先にしちゃいます。畳の上を歩くような歩きやすさ、はい、はい、このインソールに革をつけてサンダルを作ってるわけですが、こちらですね、全体に低反発がしっかり入ってまして、すごく気持ちいい弾力があります。で、見てちょっと分かるような感じです。幅がかなりゆったりしております、はい、これがまた歩きやすいポイントですね。スニーカーのような幅がしっかりあるインソールで、ここに少し突起があるのが分かりますか。はい、ここがですね、足を乗せて歩いた時に下からグッと押し上げてくれるんです。なるほど。足のね、中足腰っていうところを押し上げてくれる場所で、これがすごく気持ちいいポイントです。結構お客様も試着すると驚かれますね。驚かれるポイントですね。このインソールを使ったこちらのサンダル、はい、革はこのちょっと紐というかヌバックというか、はい、そういう感じの革を使ったので、ちょっとこう優しい仕上がりになってます、うん、で、特徴としてはですね、まあ、革がものすごく柔らかいというのも あるのと、高高い方におすすめです、はい、高高くて困ってる方多いですからね。そうですよね。ここがこのようにマジックテープになっているので、しっかり押さえつけることができます。で、こちらのバックベルトがですね、穴でサイズ調整ができるんですが、これも心配いらないです、はい、内側がゴムになってますので、はい、普段の脱ぎ履きはここをちょっとこう伸ばすだけでできるので、はい、脱ぎ履きも楽ちんです。一回甲のベルトを調整しちゃえば、はい、いちいちベルトを取らなくても脱ぎ履きできる、脱ぎ履きできますっていう、こちらの商品をちょっと履いてみます、はい、これ脱ぎ履きすごく楽です。こう広く履きますので、このようにパッとやってパッと取れるだけ。なるほど。で、ゴムがついてるから脱ぐときは、あ、脱ぐときはこのままでも、なるほど、大丈夫です。一回調整しちゃえばこのまま履けます。はいはい、どうでしょう、こっち脱ぐのかな。なるほど。上からシャッと、はい、履いてみるとここのゆとりもしっかりあります、うん、ここも外反母趾当たる部分も縫い目などないので、すごくゆったり履けますし、ここの調整ができることで足へのフィット感はすごくいいです。あとやっぱりヒールが高いと足長効果がありますね。そうですね、5センチ足が長くなってます、うんうん、